YouTube はあなたが無料で広告できる最高の集客媒体になることをご存知ですか？そうなんです。無料でできる最高の広告媒体になるんです。魅力的な人、魅力貯金の話。魅力的な人とは、かっこいい人、美人の人、歌がうまい人、話が上手な人、仕事がよくできる人、アスリートの人、みんなそれぞれ魅力があります。しかし本当に魅力ある人は、もっと一緒にいたいとか、また会いたいとか思われる人です。そういう魅力ある人とは、いつも笑顔で、うん、そうだね、その通り、すごいね、なるほど、とかタイミングよく相槌を打てる人なんです。だからちょっと訓練すれば、誰でも魅力的な人になれます。魅力貯金とは、タイミングよく相槌を打って相手に好かれることが積み重ねることです。では今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。食事をいただきありがとう。地球に生まれてよかったね。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。